名古屋証券取引所、株式会社名古屋証券取引所は、愛知県名古屋市中区坂3丁目8番20号に、ある、金融商品取引所である。略称は名称。地方都市に拠点を置く、証券取引所の一つ。東京証券取引所への一極集中の影響を、受け、売買口におけるシェアは0.02%と、極小である。 所在地が面する通りの名称から伊勢町の通称でも呼ばれる。かつては東京証券取引所、大阪証券取引所とともに日本の三大市場と呼ばれていた。株式市場として上場基準の異なる一部二部市場、1999年に開設された新興企業向けの市場であるセントレックスがある。また、株式以外にも公社債市場、外国債市場、 新株予約権付社債券、新株引き受け権付社債券市場、新株予約権証券市場が開かれている。前日の通り、近年は当資への集中により、当取引所への上場を取りやめる会社が、相次ぎ、新規上場がなかった2014年には10年前と、比較して上場企業数は約4割減少している。 東海地方を拠点とする企業であっても知名度や売買活性化の面で、東証上場が圧倒的に有利であるため、成長力のある企業は、本店所在地にかかわらず、東証への上場を目指すのが現在では一般的である。2015年の売買口は6億3863万株となり、4年連続で増加した。売買システムを 東京証券取引所の新システムアロヘッドに依存しているため、地理的に東京と名古屋が離れていても知性がクリスクの分散にはならない。東証の売買関連システムが停止した場合、名称を含む地方取引所は連鎖的に停止することとなる。このため、日本全国を証券とする大手企業が東証との重複上場のコストを嫌って、東証へ一本化する流れが加速し、 有名企業が名称から撤退する事例が相次いでいる。2017年の年間売買代金は1401億円となり、札幌証券取引所の3335億円を初めて下回った。一部のネット証券において、当取引所に上場する株式を売買することができないことや、アナリストの目が届かず企業分析が困難なことなどから、 東京証券取引所と比較して、機関投資家や個人投資家の資金流入が少なく、売買が成立しない銘柄も多い。当取引所に単独上場する銘柄を対象としたインデックスファンドが存在しないことから、世界的に近年増加しているインデックス投資の資金が入らないため、投資をと比較して流動性、安定性に欠ける。その一方で、時価総額の 小さな銘柄が多く少額の資金で大きな株価変動が狙えるため、してかや稲子投資などギャンブル性の強い値動きをする銘柄もある。旧名古屋証券取引所本館名古屋証券取引所に上場している会社の数は2021年3月12日現在で287。内訳は次の通り。ありがとうございます。